今回はこちらを使って秋らしい可愛いキーホルダー作っていくよ。今回使うモールドは丸いシンプルな形にしました。まず薄くレジン液を入れていきます。まずは伸ばしてここに少しだけイチョウですね、かわいい。こちらを少しだけ入れていきます。まず少し入ったらこのまま硬化します。硬化が終わったのでまた少しだけ入れていきます。で入れ終わったらちょっとキラキラにしたいのでラメを入れたものを少しだけ入れます。入れ終わったらまた硬化します。硬化したらまた最後に気になるところにもう少し乗せて最後に透明レジンを入れて硬化すれば土台の完成です。これで硬化していきます。できました。では取っていきます。この時熱いので気をつけてください。熱っ。はい、できました。かわいい。よいしょ。かわいい。もう秋にぴったりのホルダーができました。で最後にチェーンつけていきます。はい、完成。絶対カバンとかにつけると可愛いと思うのでぜひ作ってみてね。